じゃあ今日のヘラクレスチャンネルは、この間、大晦日でものすごい試合でしたね。デビュー戦、三浦孝太選手。よろしくお願いします。今日はね、孝太、試合終わってから初めて、もう一人ね、スペシャルゲストがいるんで、初めてだよね。そうですね、初めてですね。普通に話したかったんで、僕から連絡させてもらったんですけど、楽しみですか。おはようございます。あ、来ました。お願いします。スペシャルゲストが来ました。お願いします。ゆい選手です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。入っていただきます。はい。あ、よろしくお願いします。で今日はね、スペシャルゲスト、ゆい選手来ていただきました。ありがとうございます。試合後、初ですよね。僕、足痛くて動けなくて車椅子でちょっと移動してた時に、はい、裏で一瞬機械室の前まであって、はいはい、ああ、そういう時に僕も普通試合終わったら、はい、セコンドとして挨拶行くんですけど、はい、僕大晦日は、まあ、そのすぐ試合だったんで、ああそうなんで行けなくてすみません。いやいや、とんでもないです。僕も普通挨拶しに来る自分側だと思ったんですけど、はい、ずっとなんか朦朧としたのと、はい、その時間が取れなかったので、ちょっと挨拶に申し訳なかったんです。せっかく来ていただいてありがとうございます。いやいや、とんでもないです。申し訳ありません。ここだから質問ある。わー、なんか試合のこととか聞いたですね。あ、全然もちろんもちろん。どういうその作戦だったのかな。そうね。はいはいはい。まあ、本当時間がそんなにない中で、うん、やっぱ立ちが強い選手っていうイメージがあったんで、うん、まあ立って戦いたいっていうのがあったんですけど、うん、ただまあ寝技とか僕も得意じゃなかったし、多分あんまり得意じゃないのかなってこう見た感じだったんで、うん、なんかこう上になってバウンドでなんか倒せたらいいなってイメージはあったんですけど、うん、あと早い段階でまあ自分が、まあ、プレッシャーも感じてると思うし、うん、その僕が早い段階から距離縮めていったら、まあ、その流れでいけるなっていう思いはあったんですけど、うん、そこら辺もすごく冷静に全部対応してたから、17でのイメージ一つっていう感じなんですね。そうですね。寝技、意外と寝技戦だったんですよね。そうですね。結局最初のカーフが、うん、僕がもうめちゃめちゃ効いちゃったんで、うん、これ立って戦って一発カーフもらって、まあ、フライっていうのはめちゃめちゃあった。あそこはそれで組みに来たんですね。そうです、そうです。カーフは作戦だったんだよね。そうです、そうなんです。とにかく今はもうカーフって流行ってるじゃないですか、はいはい、で体が綺麗な選手ってカーフ効いちゃうんですよ、はい、ああそうなんですね。もう少しこう、はい、なんかこう脂肪ついたドスンってしてる足とかだとあんま効かないですけど、こうゆい選手やってるじゃないですか、はいはいはい、筋トレとかしてる人には効きやすいんで、そのまま麻痺したと思うんですよ。そうですね。もう1発目もらって2発目当たって体が崩れた時にあれと思って自分が着地する時少し麻痺してて、そうですね、うん、その感覚が初めてだったんで。そうですね。で僕も試合前に、まあ、ゆい選手調べるじゃないですか、はい、セコンドなんで、はい、調べた時に、はい、朝倉環奈選手と一回なんか、はい、ああやってましたね、はい、あの時に、はい、パンチと大外刈りやるやつあるでしょ、こうやって、はい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 、で倒してたんで、この大外刈りで、はい、あ、この人パンチは組みできるなって、組みちょっと危ないぞって言ってたじゃん。あ、そうなんですね。組みが、その体つきもそうだし、やっぱ組みって力いるじゃないですか。そうですね。コータはまだ寝技始めたばっかりだから、はい、だからこれワンチャン危ないなと思って組むの少し警戒はしてたんで。そうですね。こっちもなるべく打撃で戦いたいなって、引いちゃったら打撃ってこうリズム合わなかったりとかする時あるじゃないですか。確かに確かに。でもしこう見づらい相手とか、はい、だったら正面タックルとギロシンチョークが得意にしてたんで、ね、それで1号がですね、その展開になったんで、ね、でもあのギロシンチョーク、あれ僕が、はい、なんかユイ選手の手がこうなった感じしたんですよ、はい、で落ちたって言ったらポッと話しちゃったわけ。そうですね。審判の人がこう確認多分するっていうのを知らなくて、うん、審判の人がバーってやったんで終わっちゃったのかなっていうのは一瞬思ったんですけど、あれどうでした？ちょっとね、いや僕もその
意識失ってないと思ったんですけど、その自分で見返した時に、うん、あれ一瞬落ちたような感じになってるなと思ったんで、自分の記憶では落ちたって記憶はないんですけど、うん、あのパンチとかってあのフラッシュダウンって、僕もフラッシュダウンしたことあるんですけど、はい、あんま記憶がないっていうか、ポンって尻元ついてるってすぐ起きたっていう、そんな感じなんですかね。そうなんですかね。まあ多分一回ね落ちたのかなと思って話してたからね。そうですね。それがちょっともっと今後はあれで気をつけていかないと。力使った人と。そうですね、うん、かなりも使いましたね。あの連携のあと結構話したかったっていうのもあって、もう結構パンパンになったんで、もう落ちてくれって思って、落ちてないって言われた時にもうこのままギロチン行くのが力がだんだん、ね、入らなくなってきたんで、うん、違う技行こうかなっていうのもあって一瞬話しちゃったんです。あれでも話した後の状態が悪かったらワンチャン負けてたと思う。そうですね。あのパウンドで、はい、でもなんかあの止められたら落ちて走ないって言った時に、うん、なんかこう僕の中であのリングサイドで組み直してもう一回スタートみたいな気分ではあったんですよ。だから多分その場でこうパッて抜かなかったのも多分、うん、あ落ちてないし自分が、うん、でここからもう一回試合続行だから、そのまま同じ体勢でスタートみたいな感じだったんで、うん、じゃあ微妙ですね。本当に落ちちゃってたら多分記憶ないですよ。あそうだから、うん、記憶はなくなってないで、ギリギリなんだね。息ギリギリの中で、うん、向こうの力が尽きるのを待つみたいな気持ちだったんですよ。絶対俺からキープしないで抵抗はし続けて、うん、まあ、意識飛んだら止めてくれるだろうぐらいの気持ちだったんですけど、だから多分ギリギリのとこだったんですよね。そうですよね。だからね、すぐ生き返ったもんね。そうそうそう。いやでもすごいなと思う。大晦日ってまあ、僕も長く格闘技やってたんで、はい、何かないと出れないですね、まあ、何か光るものないと出れないから、はい、ただ強いだ、まあ、本当にぶなんかものすごく強いとかだったら出れますけど、はい、強い人っていくらでもいいじゃないですか、はい、でも出れるのってその、まあ、オリンピック選手だったり、あとはまあコーチとか、ね、いろんなこう、はい、一般層に届かない段なんで、はい、そういうところではまあすごいいい試合だったですよ。なんかね、うちがコーダが勝ったからあれなんだけど、いやいや、まあ、でもそうす、ね、試合としては盛り上がったの。はい、後からもその僕結構2日ぐらいは絶望的だったんですけど、はい、まあ、悔しさとかで、うん、でまあ、周りからその試合に対しての反響が良かったんで、うん、まあ、僕自身その本当相手がコーダくんで良かったなと思いますし、良かったね、うん、なんかこう多分僕も本当はコーダくんに対して、うん、なんかこう無駄少なものがいいとか思って試合したかったけど、うん、あまりにもなんかこう誠実でいい子だったから、矢印はここに向けてなくて、うん、どっちかというとその周りに対してというか、うん、なんかこう素人がチキンが上がってくるなとか、うん、まあ、多分こうだと思って言われたと思うけど、うん、そこに対して見返してやりたいと か、 なんかいい試合にしたいって気持ちが強かった。あだからでもそこのぶつかり合いがすごくいい風になったかなと思うし、うん、だから良かったですね。そうですね。太田選手的にはどうでした、試合は。自分も結構そういう感じで、あの唯一選手に対してなんかこう思ってたってよりは、本当なんか自分と優選手の2人で、まあ、お互い真剣勝負でこうなんか世間のそういう声を覆したいとか、あとはまあお互いその MMA ではデビュー戦だったんですけど、まあ、デビュー戦とは思えないアグレッシブな試合はしたいなっていうのはあったんで、まあそういう思ってた通りの試合を、まあ、自分が今回は勝ってたんですけど、まあそういうのができてよかったなと思います。ね、世間には届いた試合だったんですよね。そうですね。格闘技界ももちろんそうだけど、今後の試合とかってどうするんですか。そうですね、今後もまあなんかやっぱし負けて終わりたくないっていうのもあるし、うん、自分の中で、まあ、試合に関しては本当に何もさせてもらえなかったっていうところが今回の自分の中の悔しさでもあったんで、うん、ちゃんともっとしっかり準備して、うん、あのまた挑戦したいなと思います。うちもね、なんかあのいろんな選手来て練習、あのいろんな選手が練習してるんで、まあ、あのいい選手もまた機会があって、コーターもここでやってるんで、はい、本日来てください。お願いします。じゃあね、この間のね、あのコーターとあのいい選手のやつで、やっぱ寝技をあの、まあ、僕も15年以上やってるんで、少しここあったらもうちょっと良かったっていうか、ね、ちょっといい、まずギロチン教育なんだけど、コーター得意やんだけど、はい、あそうなんですね、
得意なんですよ、あれ。あ、そうなんですね。あれね、あ、そうなんです。あれはもう本当に決めたじゃん。この時になんかボディービルのポージングあるじゃないですか。はい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 、こうやってやってもらったんだけど、あのポージングって言ってたの宮野さんだったんですか。あ、そうですね。俺、あ、後から聞いて、俺これ、俺ポージング入ったらいじられてるのかな。違ったんですよ、そういうことなんですよ、はい、ポージングっていうのは、あの、まあ僕もボディービルやったことないけど、ボディービル基本的にこう、こういうふうにこうやりたいですか。で、あの肘と、これ輪っかあるじゃないですか。で、まあ要は首締めるわけなんだけど、この輪っかを小さくしたら決まるから、これを、ほら、この輪っかをこうすると決まるじゃないですか、うんうん、これをこうだ、こういきながらもやっぱりこういっちゃったんだけど、そうこうストレッチかけちゃったから、うん、まあ、苦しいのは苦しいんだけど、試合だと頑張るじゃないですか、はい、落ちるまで頑張るって思ったじゃないですか、はい、みんなそうなの、腕とかも折れるまで頑張っちゃうから、これはもう落とさないんだよね。とあとはあの逃げ方だったんだけど、はいはいはい、李選手はあのこのガードの中入っちゃったから、はい、こうやった時にこう来る時に、はい、コウタにこの一歩こっち出ろって言ったんだよね、はい、こうやって教えるんですよ、こうやって、はいはいはい、こういう風に行って飛び込んでこう決めるんですけど、うん、ここの中に入っちゃうと結構きついんですよ。うん、だからこう来た時にこれ一歩ここだったら決まるんです。はい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 、足しっかり組まれちゃってます。そうですね、組んじゃったんで、これは結構もう相手が疲れるの待つだけなんで、逃げようがない、逃げが結構きついですね。あ、そうだ、ここの段階でこう沈んじゃったら、ここで多分もうこういう状態になって、はいはい、リー選手のパウンドとかが入る感じですかね、はいはい、ここは結構重要なポジションで、あとは次はその後さ、三角いきたい、はい、三角締めで、これは結構あの李選手力あるから、やっぱ結構決めづらいっていうのが、で俺がこうやったのはこのこれがないと上に上がってこうやって上がられちゃう、はいはい、こうやって上がる、あの力あるから背筋とかで、まあ、レスラーとかこれで決まんないから、この手が大事だと思う。俺すげえ持てって言ったら、相手のすげえだと思っちゃった。そう、これをこうやってコウタはスネモテって言った時にこっちこう2つ持っちゃったから、こういう体勢になってたと思うんですよ、ね、はい、はい、そうです、ね、なってそれはそれできつかったですけどね、はい、でこれもこれは何できつかったかっていうと、これ本当はあのプレベル選手とかサトシ選手でこうやって決めた後にこっち側にこうやって移動してるの、こうやって決めてるじゃないですか。これはここの頸動脈に直でダイレクトで決まってるから、これすごい効く。これは結構苦しいんだけど、コウタはここじゃなくてこうなってたから自分も疲れてるでしょ。はい、あ、やばかったね。そうですね、やばかったです。こっから多分十字にこういこうやって なったんだけど、これもこうなってたんだよね。そうです、はい、こうなってたから結構ギリギリで多分耐えてたと思うんですよ。はい、ギリギリで耐えれましたね、ギリギリで。ギリギリ耐えれました。これね、こっちだとね、もう終わったと思うんですよ。確かにこのそうですね、微妙にこうなってたんで、ちょっと決まりが浅かった。その後は切り返して立ったのはすごい良かったと思うんだけど、このサッカーボールキックは実は当たってなかったですね。まあでもね、そこだけちょっとやってみるよ。三角からのフィンガーセットで、そう、これが重要、決める方が、あ、これ決まります。李選手やります。三角決めとかやりますか。あ、そうですね、やるとここから行って、でこの時にここでこうすね持っとくんですよ。こうすると持ち上げられないんで、で、まあ一応これでも決まりなんだけど、これレスラーとかだと持ち上げてくるんで、で上げてくれですか。これ上げさせないようにこっち側作ってあげて、頭をこうするんですよ。で、これでこういう感じ。ダイレクトに決まってるんで、あとはちょっと組んでもらっていいですか。いい。あ、もう決まってます。これわかります。このダイレクトな感じ。はい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 、ちょっと見てあげてもらっていいですか。これ。これはね、すごい筋トレとしても。いいですよ、すごい使うし、
ダイレクトに伝わる。これね、まあ、逃げ方としてはいろいろあったんだけど、まあ、あの寝技ってその形に入っちゃうとなかなか逃げられないんで、さっきのあのギロチンチョークじゃないけど、入る前にギリギリでこうかわしとく、はい、あの三角形もちゃんとセットされる前に背筋外しとくとか、そうした方が、コータはあのこのすね持ってなかったから、多分いい選手が背筋で上に上がったらこれ抜けてたんで、ちょっと一回やってみます、うん、僕があのこういう三角形こうなった時、これ持ってなくてこうだから上に上がってもらっていいかな、これで、これで、まあ膝ついてもいいんですけど、上に上がってもらって、これでも抜けちゃったら本当は、うん、でこっち側に振ってあげればクロールするんですか、これで最後打つので、あとはもう結構投げない、はい、そうですね、危なかったです、だからあれ見ててもなんかすごいいい流れだったけど、実は結構危なかったりもしてたね、はい、お互いにこうレベル上がってってね、またあったらね、そうそう、違う展開になる、ちょっとね、寝技はこんな感じだったんですけど、うわ、もう本当その通りだなっていうか、なんかもっとあのこうしとけばよかったなっていうのはやっぱ思いました、ね、寝技の技術とかもやっぱり自分の中でも、まあ、全然対応できるでしょうと思ってたんですけど、この間本当にことごとくやられて、やっぱディフェンスの技術だったりとか、そこのこうゾーンに入っちゃう前に対応しなきゃいけないとか、いろいろ多分覚えるべきことがたくさんあると思って、うん、私と機会があったら教えていただきたいですね、ぜひぜひ、お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ライジンファイターを連れて行きました。じゃあ武田さん、よろしくお願いします。